はいどうも、ひろあかコラボ来たということでね、ガチャ引いていこうと思います。今回ね、新キャラが結構追加されてるんでね、そちらを引けていければいいかなっていう感じですね。星5にね、2体、星6に3体、星7に1体って感じですね。まあ、問題は星6だよな。ホークスとプレゼントマイク、こいつらがね、まあ、肝になるかなっていう感じですね。で、ヒロアカに関してはね、前回結構引いちゃってて、特に星5なんかはね、全部7体ぐらい保持してますって感じですね。なんでまあ今回はね、そんなにガチャは引かないとは思うんですけど、まあまあまあ、1万円ぐらいでね、ちょっと出てくれたら嬉しいかなっていう感じですね。で、まずメールですね。ヒロアカのガチャ引いていきます。さあ、金。多分ダイヤじゃないと話にならないですね。まあ、矢面と雷はね、まあ多分出るんで。まあ、ガチャ引いたら出るでしょうって感じですよね。さあさあ。もうこの辺は全部ね、売却ですかね。最近ね、外れキャラね、虹メダルにしすぎてて、ちょっとね、文法がね、なくなってきたんでね。この辺でちょっと文法ね、補充しようかなと思います。真相ですね。これは確定で買いましたと。まあ、多分武器もあるんでね。出てくれてもいいかなって感じ。で、これが星7。オールフォーワン欲しいな。よし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 。とりあえず新キャラゲット。まあ、強いかはわかんないけどね。ただね、個人的にオールマイト欲しいんですよね。お、デクだ。っていうのなんか、極連の2枚抜き編成 ?3 枚抜き編成みたいな編成が上がってて。最近ね、ちょっとね、天元も全然来てないんでね。まあ、来るまで、暇な時があったらね、育成しようかなっていう感じで。お、雷ね。リダフレで使いたいのって感じで、オールマイト欲しいんですけどね。てか、まあ、今回もね、まあ、アシドちゃんが来なかったと。まあ、個人的にヒロアカでね、アシドちゃんが好きなんですけどね。まあ、来ませんでしたって感じですね。いつになったら来るのか。まあ、次回ワンチャンあるかな。お、マジ?ラッキー。ただ、星7なぁ。エンデバーもね、1体しか持ってないんですよ。過去で1体しか引けてなくて。でも、武器もあるし、あいつはね、まあ、今後、花火7回打つとか、8回打たなきゃいけないね、ダンジョンが出てきた時にね、活躍するかもしれないんでね。まあ、ちょっと、欲しいかなっていう気はしますけどね。まあ、高難易度ダンジョンいけるようなね、性能ではないんで。お、いいっすね。プレゼントマイクね。ってことは?あとはホークス?ホークス出れば終わりじゃねこれ。だって、矢面は出る。雷すごない?もう4体だよ。新キャラ、もう4体出ることある?いや、嬉しいですけど。できれば矢面欲しいですけどね。さあさあさあ。おっと?いやでも、ホークス1点狙いはちょっとしたくないですね。いかんせん、このガチャちょっとね、あんまりね、強くない。と思っていて、かつ前に結構引いちゃってるんでね、あんまり数引きたくないんですよね。さあさあ。ヤオモも、ヤオモもちょっとそろそろ引こうか。外れでね。安心したいよね。あー、お茶子ね。あんま使ったイメージないなぁ。いいよ、ダイヤ。頼む!なぁ。かっちゃんねぇ。でも、爆豪武器結構ね、好きな感じなんですよね。周回とかのパーツになりそうだなって思ってるんですけどね。さあさあさあ。いや、交換できねえからなぁ。お、雷個体。欲を言えばあと1体欲しいな。そんなこと言ったらヤモ出なくなるわ。マジ?外れキャラ出ないのきついな。ちょっとね、石は最低でも200は残しておきたいですね。おっ、よし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 、オールマイトナイス。めちゃめちゃ熱い。交換しなくて済んだの熱いな。さあさあさあ。レシプロもな、使った覚えねえな。
さあ。よし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 。ホークスだけ。あとホークス。よし、来たぞ。あと1点。決まるんじゃない?これ。よし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 。決まりました、無事に。あぶねえ。あと3回くらい引いとこう。あ、まあ武器もあるんでね。あ、この3回のうちに出てくれたらラッキーぐらいの感じで。なあ、デックすごいな。まあでもこのデックで、あれか。なんだっけ、あの人。エンデは交換しようか。よし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 。今回かなり安く上がったんじゃないかな。5000円ぐらいで揃ったんじゃないこれ。まあ確定買ってるから実質1万円ぐらいかもしれんけど。まあ結構引いてましたね。キリが悪いんであと2回引くか。あと2回で30連なのでね。30連っていうタイトルつけたいですね。サムネに。ホークス来い、ホークス。よしよし、オールマイトナイス。この追加分がね、かなりいいですね。オールマイトは結構何体でもいいんじゃねえかな。潜在の付け替えとかあるでしょ、あいつ多分ね。ってことでね、30連引きましたね。ダイヤ率もね、そんなに悪くなかったんじゃないかな。まあ、ヤオモも5体欲しかったけどな。まあ、しゃあないっすね。敵一体に100万の固定ダメージ3回ってなんかどっかで使われそうですよね。今後どっかのね、周回パーツになってもおかしくない性能はしてますね。たこ焼きもまあまあまあ。悪くなくね。もうちょいなんか欲しいんですけどね。雷はどう?ちなみに。雷もこれ悪くないっすね。好きだけの周回編成とかでこの、下から2段目を回復列ってのね。まあ、バインド積まなくても良くなるみたいな使い方ができるかもしれないですね。光でね。自分は結構ね、エクレールでのね、周回編成作ってるんですけどね。こういうバインド対策できるキャラありがたいですね。っていう感じなんですけど、今回ね、オールフォーワン2体と、で、オールマイト2体出てるんで、追加はどうしようかな。まあ、とりあえず来週ね、またあの確定が変えると思うんでね、その時に買おうかなと思いますけど、その時に追加で、ワンセット引くか引かないか。ヤオモモが欲しくなったら引こうかな。そんな感じですかね。あとね、ヒロアカのね、スクラグ編成ね、3枠編成っていうのをね、上げてるんで、まあ、ちょっとね、編成難易度は高いかもしれないですけど、よければ見てみてください。まあ、実際ね、こんだけ自分みたいにね、めちゃめちゃガチャ引いて5体ずつ残してるよっていう方はね、多分スキラゲしてればね、交換分のメダルも集まるんじゃないかなって思うんでね。メダル周回する前にまずね、スキラゲしてみて、足りなかったらメダル周回するみたいな感じでもいいんじゃないかなと思います。というわけでね、今回の動画終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもね、ガチャ動画をアップしてますので、よければ見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイナラ。